大丈夫です。はい、フリーライターの高橋清高と申します。郵政改革の内容について一点確認なんですが、真剣審査の代表者がペイオフ上限引上げに反対された理由っていうのは、預金保険機構に支払う保険料が上がるからという理解でよろしいですか。いや、俺にそんなことよ、俺はだって言ったら、おこぼれがなくなったらって言うんだ。だから、名古屋さん、それなんじゃって言ったんだよ。ね、東京三菱や三井住友のね、ね、信用力に比べて落ちるからね、預金獲得という面においても、不利なわけでしょ、簡単に言うと。ね、1000万円以上預けたらね、万一のあたりこの真相じゃ危ない、真金じゃ危ないと思うからね、それ以上預けないと。ね。だからそれは、そう、あれするには、メガバンクは大丈夫なんだよな。まあ、それは三菱は滑ると思ってないから。そうでしょ。それに対してそういう信用力の弱いと見られるね、金融機関の信用力を上げるには、ペイオフを上げてあげればいいわけでしょ。おこぼれっていうのはメインは、いや、三菱、みんな1000万だと、預金者は、メガバンクにも1000万円までは安心して預けるけど、1000万以上は心配だからよそに預けようとするんで、それが真剣審査に回ってくるという彼らは意識だった。真剣審査だけ上げるっていうわけにはいかないです。それはなかなか難しい。いや、それは難しいんだけども、だからメガバンクは関係ないんだ、ある面では信用力あるわけだから。そうでしょ、ね。まあ、あくまで一律っていうだからね。いやだからさ、メガバンクはね、何をペイオフはあんまり関係ないんだ。もともと信用力あるわけだ、潰れると思ってないから。ね、これ真剣審査の場合は、潰れると思ってるの1000万まで保証してもらえると思うから、そのラインが効くわけですよ、金銭の心理にとっては。だからそれを私は上げてあげましょうかと言ったらさ、ね、上げるというのは事実。いや、だからその1000万をさ、もっと上に上げてあげましょうって言ったかって言ったらさ、いや結構ですというか、理由は今まで メガのおこぼれを向かってたのがね、そのまま1000万以上は全部メガに行っちゃうから、こぼれがなくなるからね、嫌ですというね。あんた、そんな消極的な気にしていいのですよ、私はね。一方ではさ、あれでしょ、ゆうちょについては、政府の信用力というのがね、自分たちのね、競争のね、脅威だというわけでしょ。おかしいじゃないかとね。だからそういうあなた方の競争力をつけてあげるという形で、ね。その友情家の後ろに政府の鍵が見えるというのであれば、あなた方もじゃあ1000万以上の場合でも大丈夫だと、毎日は ね。という、それを嫌だと言って、ね、その友情の限度額を開けるのは嫌だというのをちょっとね、俺に言おうかなと。ちなみに金融業の場合は、ラインっていうのは、新金もメガバンクも常に一緒という前提での今の。うん、それ一緒なの。私は信用力の話、ね、はい、常にもう今度限度額の問題で言っとらんのは、ゆうちょの場合は背後に政府がついてるから、信用力が強いから潰れる心配がないというんでね、そちらにどんどん預金が行っちゃうと。だから限度額の取っ払うとね、どんどんそこに行っちゃうからということを言っとらんわけだからね、信用力の問題。はい、どうぞ。ちょっと申し訳ないんですが、丹羽先生にですね、本日お伺いしたいんですけれども、どこでした？お名前。週刊朝日の川村と申します。週刊朝日の会長のお話ですけど、主に丹羽先生の会見。俺の会見だよ。政務課の関係には会見じゃ、俺に来て。まあ、ちょっとその連日、さっきちょっと出てなかったんですが、これから連日のですね、運営とか、その政権運営にも影響が出てくるんじゃないか。何が？その部下だか、政府官庁の問題とか、その民主党の問題で、ああ、今もちょっとね、これ、下で聞かれたんだと言ったけどね、それが民主党のさ、ことであって、民主党から出してると、政権にもちょっと影響があるんじゃないかと。どんなのそんなことで、ね、党の問題、ここで言うことじゃないからね。いや、名刺しないような、あれは
から電気サービス影響しない影響しないよ。それた、ただ民主党はねやっぱ結束してさ、ね、内部で叩きやるないけどやったっていいけどね、俺が別にやるでさ、あなたあの衛生兵として行ってね介護してやることもないからね。そうならないようにしっかり。だからそれは、まあ、またうるさくメンターを追って、だからここは私に対するさ、その私そういう民主党内の事情を私が喋る立場じゃないけどね、まあちゃんとやってくれないんじゃないの。まあ国民新党はさ、みんな俺の悪口ばっかり言ってたろ、みんなね、公然と。だけど俺はこれことしません。それは党のそれぞれのあり方があるわけだからね、そういうことじゃない。はい、じゃあどうぞ。はい、まあ、石川さんの福岡です。先日あのビートたけしさんがフランスの芸術文化勲章を受賞されましたけれども、まあ、大臣もあの油絵をご所持されてまして、芸術に関してはいろいろとご見識が深いと思うんですけれども、まあ、あのたけしさんの作品についてどう思われるかということと、まあ、今回の受賞についてどのように感じられたかをお尋ねできます。あの方は天才だぜ、ビートたけし。ちょっと柄悪いけどな。私は天才だと思うよ。マルチ天才だな。何でもやるんだね。これは日本にとってもね、誇らしいことだね。どういうところが天才だっていうか。もうそれは感性が優れてるね。また感性を具体的に、まあ、映画だってするでしょ。あるいは別なね、テレビのああいうキャスターみたいなことをやってたって一味違いますよね。そういう意味ではやっぱ天才だな。作品についても、作品ってそんななかったら、まあ、前映画からちょっと見たことがあるけどね、俺は大体そういう見る時間がないし、俺テレビ見ないから見る機会が少ないけど、たまたま見るあれでもやっぱし、さっきの感性の鋭さというのをね、テレビなんかのいろんな出ておられてはって言ってられることだって感じるよ。普通のあれと違うね、話してるのね。いいですか。